今回は、直近エラッタで、大幡な変更が入った、コモンチョークを紹介するよ。旧スペックは、1.5 コス64インチ無特技と、上位互換になるスペックのレアチョークをな。ぼったり、強力な計略を持つライバルのオルギ 1.5 キバル等ハラクやったけど、エラッタで、1コス4インチ有毛刻印になったよ。エラッタのスペックは、1コス武力4有毛長時間計略でレア学進と、真っ向から枠を争う、チョークの強みとしては、勝機なしでも制圧がある点と、数値より硬く感じる計略性能で、個人的には学進より評価高いかな。武力ダメを半分以下にするボーム効果はかなり強くて、牙の機動力を生かして味方を敵海兵やレイジ海から守りやすいから、1コス1枚で一部のデッキへの相性ダイヤを動かせるよ。刻印のデメリットも、計略を打った場合ボーム効果と速度上昇で撤退しにくく、そもそも生存選定の効果時間の長さやからほぼ気にならず、計略と刻印の相性も抜群に良い感じ。そんなわけで、今回の試合はチョウコミはめちゃくちゃ強いやんって分かる内容になっとると思うよ。前線を立て直す。嘆く暇などありませんよ。私が使えるたった一つの魔法です。めっちゃ硬いやろこの計略。心惑わず。君のことは私が支えてみせるから。
前線を立て直す。春の光が皆様を照らしています。私が使えるたった一つの魔法です。行け最低。そんな武者何度やっても負けねえよ。どうだい、ボーグ解放。嘆く暇などありませんよ。この号泣で全てを貫く。内乱は10C 必要。今回は 8C 転倒やから。ギリギリ入らんと判断して、無理に動かさず丁寧に。というわけで、1試合目は、計略の強さと長さの際立った試合。今回は2試合あるよ。思いなさい。
怪物と呼んだのは。せーの、はい、戦の鼓動人の身で知れ。ご無事で。ゴンゴ、どうだい？働きで前線を立て直す。君のことは私が支えてみせるから。せーの、消え去れ。いけ援護。今鎮圧の時。ありませんよ。ゴンゴ、どうだい？撤退する。殿、ご無事で。最後を終えて進む時です。君のことは私が支えてみせるから。今が決勝の時だよ。士気が軽くて効果時間も40周以上あるから、相手の計略に合わせて超古で仕切り直しに持ち込めばアドバンテージが取れることが多いのも良い感じ。消え去れ、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 全部消え去れ。消え去れ。援護。この世界変えてくれる人はいないの。我ら光栄の働きで前線を立て直す。
みんな無事で帰ってきてね。約束だよ。速度調整もあるから素早く突撃しやすいのも、どう計略の嘘にもないチョコ先輩ならではの利点。失うのか。大丈夫だよ。我ら光栄の働きで前線を立て直す。撤退する。援護。ご視聴ありがとうございました。もともと弓矢練習弓に強い騎馬盛り系以外のデッキなら学士により採用理由の多いカードになったと感じたよ。